じゃあ今日は「プライバシー権と個人情報保護」というタイトルで話をしようと思っています。まあ、その前にちょっと前回僕の不手際でできひんかったことをやろうと思っています。はい、えっと 顧客情報管理ののシステムの話をしましまたねでこれは例えば楽天市場とか、えー、共通ある中のいろんなショップが入っているモールだとしてそれが統合とか統一の ID でログインできるというパターンだったとしたらこれはあの、まあ、やらないという話はなってますけども店舗 A で何を買って。 店舗 B で何を買ったというのが集約できてしまうだろうという、まあ、技術的にはできるだろうっていう話だったわけですよね。で、えー、っと問題が今あのあ、えー、起こっているところがあって、図書館と、えー、伝えが一緒になっているところがありますと。で、これは別に、えー、やらないとかっていう話ではなくて、もうあの一体化されているので、えー、これこれこういうとあの武雄市の図書館でこういうのを買った人は T カード もう T カード会員証が T カードになっているわけなのでここれはなんかこういろいろと共有されるんじゃないかとかとそういう話をしたはずですね。ねそれで、えー、ビデオをお見せしたかったんですけどお見せできなかったので今日、えー、改めてお見せしようと思います。はいということでした。 えー、まあ今日の話にもちょっと関係してきますね。で今日は、えー、っとプライバシーとか個人情報とかなんか用語がいろいろあって何が違うのかっていうのがちょっとよくわかりわからないのでそれが整理できるようになることが目標です。えー、でその上で個人情報保護法いわゆる個人情報保護法いわゆるっていうあの言い方をしているにはもちろん理由があります。 その個人保護法上で誰が何をどうのどうするのか具体的にはどのように保護するのかを整理できるようにしましょうという話ですね。で課題を一つ出します。で去年2015年の3月にまとめられた個人情報漏洩の報告書を読んで考察してくださいっていう課題を出そうと思っています。 アウトラインはこうなっていてもいきなり自己情報コントロール権というのはなんかまた用語でできたぜって感じなんですけど、まあ、その話もしようと思います。で、まあ、現状どうなっているのかというのが次ですね個人情報漏洩でどういうふうになっているのかで、まあ、最後ちょっともうちょっと話、えーまあ、ど,どういうふうに社会に影響があるのかというのを軽くお話ししようと思います。